こんにちは、スマートショップの生駒です。今日はですね、ちょっと待っててください。すいません、今日はですね、はい、iPhone でも着歌作れたということで、 iPhone で着歌が作れることを私は最近まで知りませんでした。そうで、私いつもサイレントなんですけど、うちの姉がですね、最近 iPhone デビューをして、着歌をどうやって作るのって教えてくれ教えてくれって言われて、そんなの分からないよっていう感じだったんですけど、ちょっと今回チャレンジをしてみました。そう、使うものがですね、パソコンがちょっと必要になってくるんですけど、今日は着歌の作り方をご紹介したいと思います。まず用意するアプリが一つありまして、これですね、この着信音 M びっくりマークのアップストアで着信音って検索すると、今なら上から2つ目ぐらいに出てくるんで、これを無料です、撮ってください。で、これを撮ったら、音楽は iPod に入ってる音楽を使うんですけど、これを押すと、曲を選択して作成っていうのが一番上にあるんで、それを押すと、ここに曲を変更っていうところが最初からあるんで、曲を変更っていうところを押すと iPod のところに飛ぶんで、そこから自分が着歌にしたい曲を選びます。実際に作ってみたいと思います。あまり曲とか入ってないんですけどね、何にしようかな。これで、サビの秒数を最初からちょっと測っておいて、長さは0秒から40秒まで好きな長さで決められます。で、このスタート時間っていうのを最初に決めて、で、ここの再生ボタンを押すと、そっから40秒、こう、こんな感じ。聞きながらできるっていう。で、一回作ってみて気に食わなければ、もう一回作り直すこともできるんで、で、作れたら、ここに、なんだこれ、真ん中に保存のマークがあるんで、これを押すと、新規作成って出るんで、新規作成を押してください。で、そうすると、これがどこかに保存されます。はい。で、今からパソコンもちょっと必要になるんですけど、まずパソコンの iTunes を立ち上げてください。で、iPhone 側はこれで OK です。で、作成完了を必ず OK まで押して、これで OK です。戻しちゃって大丈夫です。で、今日はですね、ちょっとパソコンを繰り出そうかと思ってるんですけど、私の苦手な